BMW って小回り効くんですよね、結構ね。かなり小回りきます。なんかやっぱストレスが少ない分気持ちよさをより感じることができるんですよね。まあそれレクサスもそうでしたけども、やっぱりセダンがいいね。僕はセダン派ですね。何はともあれセダン派ですね。本当に小回りが利くんですよね。ドリフトの練習やってるやついるな、ここで。このなんかハンドルとの距離感が今一番チルト上にして手前にしてるんですけど、まあ、体はでかいんで結構大柄なサイズに合わせる感じになるんですけどね。こうちょっと手を伸ばした感じで、肩の方がシートに押し付けられる感じになるんですね。でこうちょっとあれですけど、ふんぞり返ったような感じの運転姿勢になるんですけど、それだと遠くまで見渡せるっていうかね、遠くまで見渡せる、まあいいドライビング姿勢が取れるような気がするんですね。だからまあ飛ばさなくても本当楽しい車だと思うんですよね、こういう車って。4年前の車でこれだけの性能があればもう十分すぎるんじゃないですかね。まあ一応デイライトをつけて走ってますけどね。まあいらないような気もしますけど、この車の場合シルバーなんで、まあ曇りの日はちょっと要注意なんですけどね。まあ晴れた日はもうなんかシルバーなんで、シルバー自体がこう光ってるような感じで、まあ見落とされることはそんなにないんじゃないかなと思うんですけど、こう今この状態だとね、アクセルを本当にほとんど踏まなくていいんですよね。まあ勝手に走ってくれる感じで、だから私はクルーズコントロールがね結構好きなタイプなんですけど、なぜかというと長距離運転の時にやっぱクルコンあったらいいよねみたいな思うじゃないですか。でも E46 のこのねオルガンペダル式の E46 に関してはそれが結構感じにくいというか、一定速度で一定ペースでね、高速道路なんか特にそうなんですけど、一定ペースですごく走りやすい、速度維持がねしやすい車なんですよ。で自分でこの車 BMW のセダンを所有して本当に思うんですけど、以前レガシー B4 に乗ってた時に、あれはまあクロコンとかついてないタイプだったんですけど、高速道路のまあアップダウンがあるようなちょっと高速道路だから速度が結構上下しますよね。でなんか BMW の5シリーズだったかな、昔の5シリーズか3シリーズか忘れましたけど、ちょっとこう先を行ったりこっちが先を行ったりなんか繰り返したことがあって、その時多分雨だったのかな。でレガシー B4 は四駆なんで雨は得意なはずなんですけど、小雨みたいな感じでしたかね。すごいね、 BMW
ぼりにされたんですけど、これに乗っててやっぱりそう思うんですけど、その時のドライバーもきっと同じ感覚で走ってたと思うんですけどね、本当に速度を一定に保ちやすいんですよ、高速道路でね。まあそのあたりがさすがドイツの車っていう感じなんですね。もちろん高速燃費も優秀ですし、まああとどうですかね、ちょっとまあアウディもそうでしたけど、やっぱドイツ車って風切り音が少なめですよね。風切り音本当に気になりません。こういう下りだとね、どんどんそのエンブレがかかって燃料がカットされますので、どんどん燃費が伸びていきますよね。ちょんとブレーキをかけたら今リッター 11.9、 やはり予想通り12キロぐらい下りはですね、行きは 11.3 から4ぐらいだったんですけど、下りはやっぱりちょっと燃費が伸びやすい気がしますね。リッター12までね今伸びましたけどね。まあ乗り心地がいいのはもう本当にいいんですけど、まあ本当にレクサスなんかと遜色ないと思うんですが、前のですね、昔のレクサスですね、今ちょっとエコタイヤを履いてる関係で、中国製ですかね、大陸製のエコタイヤを履いてる関係でちょっとややコツコツした感じというかね、サイドウォールとか、まあ、コンパウンド自体のショック吸収性がね少しだけ落ちる気がしますね、はい。まあ、だから、なんてことないね運転姿勢だと思うんですけど、やっぱり人間工学的にねよくできてるんだろうなと思うんですけどね。もちろんそのスイフトにしても、今あるスイフトにしても、まあ、ゴルフ7もそうですけど、ね、もちろん疲れにくいしいいんですけど、 なんかこの時代の車としてはやはり相当優秀なレベルだと思うんですよね、この疲れにくさっていうのはね。まさしくもう人間工学がもうカチッと、しかもいろんな体型の人に合うように作られてるというか、だからやはりこういう車の進化、本当の良さっていうのはやっぱり結構いろんな使い方をしてみないと、なんかちょっと乗っただけではねやっぱりわからないんじゃないかと思って、気づきにくい面もあるような気がしますね。まあ若干ちょっとステアリング、この前高速道路の撮影した時にちょっとやっぱりジャダーが出てしまったんですけど、ブレーキング高速道路でこう高速域から、まあ、強めのブレーキングをかけた時にハンドルがプル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 って震えるジャダーが出る傾向にあったんですけど、やっぱり時々ちょっと感じますね、それは。だからまあそこはちょっと修理というかメンテナンスが必要なところなのかもしれません。もしかしたらステアリングの指示剛性がちょっと落ちてるみたいなことがあるのか、それともアライメント取ってませんからね、まあ、アライメント取ってから言えよって話かもしれませんけども、まあ、そうですね、アライメントを先にきっちり、まあ、ノーマルサスでねこのままあと1、2万キロは多分軽く問題なくいけるでしょうからね、突然このサスがへたり出すっていうことは、まあ、あまり考えてないんで、まあ、あと 1,2 万キロサスもまあ無交換で行くとすると、アライメント取っててもね、バチ当たらないですよね。でここからちょっと上りなんですけど、上り区間なんですけど、ちょっとスポーツモードで走ってみたいと思うんですね。今エンジンのまあ
変えたせいかなと思うんですけど、なんかよく回れますね、時間。ショート動画で言いましたように、よく回る。これ上り坂なんですけどね、前はここまで回ってなかったですね。以前車検を取ってた時はね、まあ3年以上ぐらい前なんですけど、その時に比べたらやっぱ相当いい感じですね。どうなんでしょう、本当 LED に変えたことであるとか、まあ、オイルが適切なものを選んでいることであるとか、まあ、バッテリーも新しいんですけどね、安いですけどね、バッテリーはね1万円ちょいぐらいのバッテリーなんですけど、これやっぱり相当、まあオイルが大きいんでしょうね、やっぱエンジンだから。そのトヨタさんのニューキャッスル、トヨタキャッスルオイルと、考えてみたらキャッスルってあれですね、お城ですね。終わり名古屋は城で持つのお城、やっぱトヨタだからかな、トヨタ愛知県だからかな。なんてくだらないうんちくを、うんちくじゃないか、知らないんで後で調べてみます。それでは最後までね、ご視聴ありがとうございました。ガレージアルピナの趣味の部屋でした。今日はBMW の走行中のインプレッションをね、ちょっと久しぶりに語ってみましたけどもね、いかがだったでしょうか。